なるんかな。ありがとうございます。ありがとう。今日は19時からちょっと始めさせていただいたんですけど、せっかくだからお着替えしようか。こんにちは、聞こえるよって、ありがとうございます。ゆいちゃんが早速ハムバのリクエスト、ありがとう。よっしゃっと、変身変身完了したよ。みんなこれ金曜日のメタバースという番組の金メタのお洋服なんですよ、オリジナルの。ぜひ買ってください。星野ゆなちゃんがアイディアを出して作ってくれましたよ。ハムバなのだ。はい、かわいい。あ、みんな今週のゼペットのお知らせをダンシングしながらお伝えするわ。今週の金曜日からゼペットは20時であります。はい、ハグの手も今20時になってるでしょ。皆さん、ゼペットは20時からになるらしいのでよろしくお願いします。あほーい、タバタボーイ、ちょっとマリン船長みたいな、あほーい、タバタボーイみたいな感じかしら。ありがとう、よろしくお願いします。みんな好きな声、ドラえもんの声、クワさん、ありがとうございます。20時からになるらしい。え、マジって言ってた。そう、20時からみたいだよ。ナビタック、ドラえもん、僕ドラえもんですということでよろしくお願いします。今後のゼペット20時からの予定です。よろしくお願いします。ありがとう。クラスターと YouTube もそれに合わせて時間が変更になると思うんだけど、ちょっとまだスタッフさんも相談中みたいな感じなので、分かり次第お伝えできたらと思います。おそらくクラスターと YouTube の時間がずれていくと思います。あほい、よろしく。あ、お願いします。ルフィがさ、すごい前バツって言われた。スタッフの前でスタッフさんにね、ルフィの声やったらすごいバツって言われた。ルフィってむずいんだよね。これルフィなんて喋る。おお、俺の肉だ。チョッパーじゃん。俺の肉だ。俺の肉をよこせ。ちょっとチョッパー寄りになってる。って言われてる。プーさんお願いします。不満のプーさん行きますよ。皆さん、僕プーだよ、よろしくね。助けて、僕プーさんだよ、かわいいって、ありがとう。あ、ゆいちゃん、さっきハム棒お願いって言われて、ハム棒お願いって、あ、やだ、ありがとうございます。なんて呼ぶのかな。はてな、どうもありがとうございます。はく漢字が読めなかった、ごめん。ありがとうございます。はてな、なんて読むのこれ、すごい漢字が。あ、やだ、しなと地声聞きたいって言ってくれてんの。もうなんでみんなそんなに、なんでみんな地声が好きなのかしら。やだ、ありがとう。あ、どうだろう、お花ありがとうございます。ちょっとじゃあハムブリクエストが最初来てたのでハムブをやらせていただきます。ありがとうございます。よいしょ、みんなあれだね、怒ってない怒ってないよ。星の、分かった、星の愛ちゃん頑張るね。アナウンサーの方ですか。だってハグ初めて言われた。アナウンサーじゃない、テレ朝公式だけどアナウンサーじゃないのだ。クシクシ、ハグテレ朝公式の VTuber と言っているけど、テレ朝には優秀なアナウンサーさんがいっぱいいるけど、ハグは全然アナウンサーさんじゃないのだ。だから漢字が読めないのだ、ごめん、全く漢字が読めないのだ。ハグもクシクシ、アナウンサーさんだったら聞けたんだけど漢字の勉強してこなかった。あんつびさん、どうもありがとうございます。ピーマル様も来てほしいって言ってくれ、ありがとうございます。あ、地声好きだな、りなちゃんも。じゃあ地声聞かせてあげよう。みんながそんなに地声聞きたいんだったら嫌いになっちゃう、いやだからね。ちょっと、はい、メタバースアイドルの桜葉ハグの地声聞きたい聞きたい。はいはい、近づいてきたわよ。あ、何かが近づいてきたわよって。これかな、皆さん。はいはい、世界のみんなとハグしたい。テレ朝公式 VTuber の桜葉ハグです。よろしくお願いします。今日皆さんと一緒にお友達になりたいから、ゼペットのこちらのアプリで遊びに来ました。しなちゃん、ハグの地声届いてる、ありがとう。近いでしょ、みんなが地声聞きたいって言うから。地声好きって、もうやだ、もうありがとう、どうもありがとう。あ、めめさん、ハテナ、どうもありがとうございます。地
地声可愛すぎて言われて、やだ服、え、なのちゃんありがとう、めむさんはてなありがとう、服おそろっち嬉しいだけどありがとう。ってことはこの金メタのゆなちゃんのあのこれアイテムをゲットしてくれたってこと、ありがとう嬉しいわ。ちょっとあれだよね、星野愛ちゃん、星野愛ちゃんやってって言われてたから全然で、あ、あのななさんはてなどうもありがとう、かわいい、あ、ななさんはてなどうもありがとうございます、おほーポピーさんお花どうもありがとう、めちゃめちゃ嬉しい、チュ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 、やだ切り替えの天才ですねって、やだ地声だって恥ずかしいじゃん、地声出したら恥ずかしいからハグはあんまり地声聞かせないようにしてる、だってみんながハグのこと嫌いになっちゃうでしょ、てここまで息してません、息はしてるか、ムムさんはてなどうもありがとうございます、アニャの声いいよ、やってあげるよ、父、母、ボンド、アニャここにいる、みんなアニャの映画見たか、アニャの映画見たか、次男、クロミちゃん、みんなサンリオのクロミちゃんが好きなの、いや地声好きなんかしなちゃん、いや地声、あ、ピーマル様の声までさっきも言われてた、じゃピーマル様はちょっと難しいけど、あれかな、ピーマルさんの普段のね、歌、声、話し声というよりはあれですね、うさぎさんやらせて、うさぎさん、あ、夜さんのマネマネもって言われた、あ、やり、じゃみんなこれピーマル様のうさぎさんのマネマネなのだ、これ結構ハグ自信があってみんなも似てるって言ってくれてるのだ、ありがとうございます、だん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 でもだん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 なんかハグハグもなんかだんだんうさぎさんにさ釣られていく時があるんだよねありがとうございます、似てるって言ってくれてありがとう、どうもありがとう、あのね愛ちゃんのねあのセリフメモしてあるんだよハグみんながやってって、あ、キレヨンしんちゃんミサイルやってほしいだってナナちゃんさんありがとうございます、あの、ほほい、おら、野原しんのすけだぞ、あの、しんのすけはめちゃくちゃうまくできるようになったんですけど、あの、ミサエが難しいの、ミサエちょっと、あの、このまま、あ、母ちゃん、母ちゃんどこだ、母ちゃん、ちょっとみんなが呼んでるぞ、しんのすけ、ちょっと若いなちょっと違うな、し、しんのすけ、し、しんの、しんのすけ、し、ここから調整が始まる、し、しんのすけ、しんの、でもこの、けーは似てるけど、しんのすけ、ちょっとミサエ練習やな、これ、はぁ、ミサエ、ミサエちょっと練習やな、夜さんのモノマネ、アーニャさん、アーニャさん、どこですか、アーニャさん、そんな遠くに行ったらダメですよ、これ似てない、夜さんのモノマネ、夜さんのモノマネ、ちょっと今回初出し、初出しではないかもしれないけどやってみました、いかがでしょうか、どうもありがとうございます、あとなんだっけ、ずっとあのそうだ、あの星野愛ちゃん、星野愛ちゃんって言われてるの、このアイドルみたいな格好でありがとうございます、クロミちゃんもお願いって言ってくれて、はい、みんな愛ちゃんだって、ありがとうございます、うん、じゃあでもなんかマツケンサンバマツケンサンバマツケンサンバだっていいよ、後でやってあげてね、じゃあ星野愛ちゃんの名台詞からいきます、だって私の子だよ、きっと小顔で美人に決まってる、溢れ出るオーラが止まらないね、まいったまいった、愛ちゃんありがとう、あとなんだっけさっき言われてたの、あ、きの、あ、イケボ、あとキノピオキノピオってあれキノピオってあのあれでしょ、キノコのキノピオちゃんで合ってる、マリオのやつはいいよ、まあじゃあやってあげる、キノピオちゃんのあのこれカートとかね、カートとかであのめちゃくちゃに暴れ回ってるキノピオちゃん、やっはーやっはー、かわいいだってありがとう、マツケンサンバだっていいよ、マツケンサンバっぽい踊り、なんかかっこいいの踊りたいな、はい、マツケンサンバオレオレハハイマツケンサンバチャララチャチャチャ、いいとこなのに見えない、いいとこなのに見えなくなっちゃうな、みんな鼓膜大丈夫ですか、ありがとうございます、オーレイオーレイマツケンサンバかわいいですって言ってありがとうございます、ちょっとこれ踊りがあまりにも激しくてちょっとあの消えちゃうので、これにする、これにする、はい、オーレイオーレオーレマツケンサンバ、みんなみんなこのお洋服もかわいいでしょ、ぜひ買ってほしいです、よろしくお願いいたします、ありがとうございます、マイメロちゃんも来た、マイメロちゃんもね、ハグも得意としてるよ、勝手にマイメロだよ、みんなこんにちは、マイメロと一緒に遊んでくれるかな、あとこの前キティちゃんのポップコーンがあった、これすごい激しい踊りだね
ンでキティちゃんの声あの流れてたから、ハローキティこんにちは、あの焼きたてのポップコーンはいかが、焼きたてのポップコーンはいかが、こんな感じ。あとシナモンちゃんがね、あのシナモンちゃんはちょっとねショタっぽいんだよね。ちょっと待って、激しく踊りすぎて消えてしまうんですけど、これにしようかな、これにしようかな、オッケー、マイク持って、はい、みんなシナモンちゃん、シナモンちゃんはありがとう、うまいって言ってくれた、ありがとうございます。あ、しんちゃん好きだって、ありがとう、え、上手って言ってありがとうございます。ほほい、オラ野原しんのすけだぞ。じゃ、あの今からオラがシナモンを呼ぶぞ。シナモンおいで。僕シナモン、みんなこんな感じだった気がする。シナモンちゃんちょっとあのちょっとハムボっぽかった気がする。どう違う、なんか焼き芋おいしそうみたいな。シナモンちゃんハムボでショタボっぽかった気がするけど、ちょっと違う。あの、あ、ポピーさん、ミサエが来たならヒロシはいかがでしょう。ちょ、ミサエさんも研究中なんだけど、ちょっとやってみようかな。ほいじゃ、あの母ちゃんに来てもらうぞ。母ちゃん、しんのすけ似てる、ちょっと似てる、ちょっと、ちょっと、ちょっとできた、ちょっとみんな今の聞いた、しんのすけ、これ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 、しんのすけできた。じゃ、父ちゃんにも来てもらうぞ。しんのすけ、しんのすけ、俺の靴下はどこだ、靴下爆弾、靴下爆弾だぞ、しんちゃんだぞ、あれひろしからの、ひろしからのしんちゃんに戻ってきたぞ、おかしいぞ。ダメだ、父ちゃんは一周回ってしんのすけになってしまったわ。なんでだ、しんのすけ、ちょっと今でもミサイができたことにちょっとびっくりしたぞ。あ、すごい、みんなのおかげだぞ、ありがとう。コナン、コナン来た、コナン、なんだ、コナンのセリフ、真実はいつも一つ。アポピーさん、ありがとう、パプルー、パプルーフー、パプルーフー、ありがとうございます。あれ、真実はいつも一つ、もう金田一少年もなんかじっちゃんの名にかけてた、金田一少年がじっちゃんの名にかけてた、ありがとう、こんばんは、おもろで、ちょっとこのポーズから固まっとるから、ちょっと変えなさい、変えんといかんね、これね、ちょっとギター弾き語りでもしようかな、ブラッホー、ありがとうございます。レイさん器用だ、モノマネ今やってます、バンバカバンバカビンバン、あ、バンバカビンバンビンバンバン、ちょ、あ、ちょっとおパンチュ、あ、やだ、おパンチュ、おパパ、んちゅちゅ、あ、コナンくんのモノマネ来た。オッケー、分かった、ありがとう。いくよ、じゃあコナン君がぶりっこしてるところね、いくよ。あれれ、おかしいな、お姉さんはどうしてそんなガラスの破片を持ってるの。コナン君、あれれ、おかしいな、あれ面白いよね、コナン君がぶりっこしてるところ、ありがとうございます、皆様。あ、あとなんだっけ、おパンチ、おパパ、んちゅちゅ、おパンチ、うんしょ、しんちゃんだ。しんちゃんのアバターで来てくれた人がいる。ほほい、おらも野原しんのすけだぞ、一緒に遊ぼう。あ、ゆかさん、キノピオの声真似いいですよ。らはーやっはーやっはー、みんなあのマリオパーティーとかマリオカートとかでキノピオちゃんが発狂してる時のセリフね、セリフというか声ね、やっはーやっはーらはー、ありがとうございます。お、つくじさん、有名な方、ありがとうございます、来てくれて、うまくなったって来てくれて、やったー、しんちゃんマジでうまくなったって思わない、はは、ヨナさん、ミッキーもいるよ、はは、さっきあの僕の友達のプーが来てたよね、はは、にゃんちゅーだって、にゃんちゅーも呼んでみようか、僕とあのにゃんちゅーはちょっと猫だから僕の天敵なんだけど呼んでみるね、はは、にゃんちゅー、にゃんちゅーはどこかな、お姉さん、お姉さん、ここにさっき美味しそうなミッキーマウスがいたよね、お姉さん、あのネズミのミッキー食べたい、お姉さん、お、ちょっとダメだ、退場させて、退場、退場、にゃんちゅう退場、にゃんちゅう退場で、ね、よろしく、ありがとうございます。 YouTube 名教えてと言ってくれてる、メタシップ、ひらがなで、ひらがなでメタシップって言います、よろしくお願いします。あ、おお、ゆり先生、雪の花なんて素敵なの、ゆり先生にじゃ愛を込めて歌います、ゆり先生大好きの、ゆり先生大好きです、
今年もよろしくお願いします。とても綺麗な雪の花、どうもありがとうございます。いおり先生ありがとう。ちょっとあのおパンツ見せてって言われたから、じゃあちょっと見せてあげるよ。へいへいはいはい怒られる、テレ朝のスタッフに怒られる。今日も元気そうで安心いおり先生あく元気、ありがとう嬉しい。もうね、早く勝手にいおり先生のなんかあのなんて言ったらいいの、後輩分だと思ってるから勝手に後輩としてついていきやすぜって感じだから大好きなの。あ、ブーストで送ってくれてありがとうございます。あ、そうですよ、あのメタバースも出てましたよ今、金曜日のあのサトシだって、初めて来たポケモンゲットだぜ。ちょっと似てる、ちょっと似てる、どう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 、ペカペカちゃん、ペカペカちゃん、ピカチュウ似てない。こんにちは、ありがとうございます、来てくれてどうもありがとう。ポケモンゲットだぜ。ちょっと少年ボイス、これなんだろうな、ちょっとみんなこの少年ボイスに似てるやつ教えてくれ。姫さん、ハテナどうもありがとう。あの逆にハグの少年ボイスから何のキャラに似てるか教えてもらうの回にしようぜ。もう、うん、逆にこれ一周回ってペカペカちゃんピカチュウ似てるってありがとうございます。なんかみんなこの声何に似てる、もうなんか自分で探すの難しいから、この少年のボイスが逆に何に似てるかって、ちょっとこれでこの少年ボイスでこれでなんかセリフいいんじゃないみたいなのあったら教えてくれ、よろしく頼む、ありがとうございます。このこれなんかに似てるなみたいな来たがよろしくお願いします、ありがとう。何でもできるって、何でもはできないよって、何でもできないよって言うてるけど、あ、でもあのあれだわ、あのなんだっけな、銀魂のあのクジラさんの声優さん、クジラさんって声優さんがやってるあれ、前ちょっとやったらできたの。あ、違う、分かった、オロチマルだわ、オロチマル前ちょっとできたの。サスケくん、サスケくん逃がさないわよって、あなたたちサスケくんなの、私のサスケくんをどこに隠してるの、早く出しなさい。どこにいるのサスケくん。タラちゃんだって。タラちゃんは、イクラちゃんがタイ、イクラちゃんがタイだから、タラちゃんはママー、ちょっと震えてるんだよね、タラちゃんのボイス、ママママママイクラちゃんが遊びに来たです、一緒に遊んでいいですか、どう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 、ちょっと待って、えなりかずきって謎ありがとうございます、マジ上手って、ありがとう、ハローキティ、こんにちは、キティはみんなのなんとかです、出来たてのポップコーンいかが、キティちゃんすごいね、あのビービーちゃんがドラえもん、ビービーちゃんだってる、ドラえもん好きだね、じゃあドラえもんもあのやらせていただく、のび太くんどこにいるのかな、ちょそろそろパジャマに着替えよう、これ勝手にこれハグのパジャマにしてるんですけど、よろしくありがとう。あ、これかっこいい、これかっこいいじゃん、このポーズ。はい、皆さん、ありがとうございます。え、本物のタラちゃん、そんなことない、そんなことないですよ、はい、ちょっと本物のタラちゃん、ジャイアン、俺はジャイアン、楽器だ、楽器大将つってんのあれジャイアンの歌詞求む、俺はジャイアン、楽器大将、自分から楽器大将って言ってんのジャイアンって、すごいねジャイアンって自分で楽器大将、焼きたてジャパン、アズマカズマじゃ、どう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 、焼きたてジャパンのアズマカズマじゃ、何でもやりますよ皆さん、よろしくお願いいたします。似てる、焼きたてジャパンじゃですよ皆さん。じゃあちょっとあのイケポってさっき来てた、みんなよろしくお願いします。じゃあこの声でもなんか似てるのあったら、なんだろうこの声のキャラクターある、逆にみんなにこう教えてほしい。マサオさんってマサオくんのこと違くて、マサオさんってなんだろうな、よろしくね、スネオ、スネオね、ジャイアン難しいよね、ちょっとジャイアンやるとき喉いかれるんだけど、いや全般的に喉いかれてんだけど、マリン船長、アホーイ、補助海賊団の船長マリンです、よろしくお願いいたします。クロミちゃん結構難しいんだよね、マイメロちゃんの方がとなんか特徴つかみやすいというか、マイメロだよみんな遊んでください、できすぎくん、今のちょっとできすぎくんなんだ、マイメロだよ、クロミちゃんの方が難しいんだよね、うん、マイメロ、このちょっと
ままイメロちょっとね、あのこの感じわかる、ちょっとガスガガガガなり声みたいな、まイメロ。ジャムおじさんいいよ、ジャムおじさん。アンパンマンパトロールの時間だよって、ちょっとだけ視聴者さん増えた、減ったね、ジャムおじさんで減ったね。これスティッチお願いしますって言われて、ありがとうございます。はい、ひとつリロが好き、ありがとう。ははお花、お花ひとつ、ひとつめちゃくちゃ似てる。みんな、名前教えてください。あ、ドナルド。ドナルド来たじゃん。ドナルド好きだ。みんな、ありがとう。すごい、あ、ミニョン、バーニャニャン、バーニャニャン。あの、スティッチ似てるって思わない。ちょっと、みんなスティッチスルーしないで。ははリロ、リロ、リロ、リロひとつ、ひとつありがとう、ありがとう。ジョジョか、ジョジョハグはね、あんま見てなかったんだけど、練習しとくよ。ジョジョの誰、ジョジョの誰か言って、見とくから。ありがとう、ドナルド、ドナルドめっちゃ上手にできるハグ。ドナルドめっちゃうまいから、ちょっと消えてほしいみんなに。ちょうどなんかこの水色のさ、お洋服っていいじゃん。ドナルドっぽいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なんかこれどう、これお顔隠してるかな。あ、じゃあみんな今目つぶってね、ドナルドがやるから。いくよ、目つぶって、いきますよ。これやるときスタッフ、ドナルドやるときスタッフさんがティッシュを用意し、ティッシュ用意してくれるの、マジでマジで面白い。いくわよみんな、目つぶって聞いてなさい。よだれまみれのドナルドダックよ。鼻水もドバドバ出てきるんですな。ドナルドできた、ドナルドできた、よいしょよいしょ。ちょっと待って、ポーズ一回変えようかな。なんか踊ってんのがいいな、可愛く可愛く踊ってんのがいいな。よいしょ、これどう、これなんだろう、これどう、これどう。ありがとう、似てるって言われた、どうもありがとうございます。あのちゃん、あのちゃんさんさん、やっぱちょもう飛びまくりよ、もう唾飛びまくりよ、これドナルドなんて、もうやったらすごいこと。これ可愛くない、これすごい可愛い、このモデルポーズ。あのちゃんさんの、じゃあちょっと来たから、僕はね、僕あのちゃんさん好きだよ。僕この前紅白にも出てたし、ババ抜きもやってた、うん、他局だけど、テレ朝じゃないけど、他局だけど、あのちゃんさん、あ、ありがとうございます。うん、なのはちゃん、まおまおいいよ、まおまお、まおまおこの前見た、新しいの始まってたよね、薬屋の独り言、めっちゃ良かった。まおまおめっちゃ可愛かったよね。まおまおいいよ、なんて言ってほしい、ちょっとセリフなんか用意してほしいな。まおまお、まおまお、なんだろうな、うん、まおまおのセリフなんだろう、うわーきっちーとか、うわーうわーちょっと、ふわー気持ち悪いとか。マオマオのセリフ、どうしてもなんかちょっとあれ、コケにするというか、見下すタイプのセリフになるよね。あ、これ毒です、これ毒ですか、これ毒です。うん、綾波レイか、綾波レイもなんかセリフなんて言ってる、何にしようかな、綾波レイさんのセリフ。でもちょっとこのポーズちょっと似合ってるんじゃない、綾波レイさんも。ありがとうございます。すごい、死にかけの声って言うじゃん。死にかけの声が聞きたいのか、桜庭の声が死にかけと言いたいのか、どっちだ。どっちかだよ、どっちかでバトルが始まるよ。ラディファイト。やめなさい、やめなさい。今何だっけな、あ、綾波レイだわ。シンジ君、シンジ君どこ、みんなシンジ君なの、ハグのシンジ君はどこ、あなた、あんたバカなの、シンジ君来てる、うん、ありがとう、ありがとうございます。あ、アーニャも人気、あ、アーニャで桜庭、オッケー、ピノさんありがとうございます。ちょっとポーズ変えよう、チャチャチャラチャチャチャ、なんか違うポーズしようっと、よいしょ、これが最後、これがあれかな、すごい、ハグ何歳なんだろうって言われてる、何歳だと思う、うん、一生当たらないと思うよ。ハグ何歳だと思うっていう質問に対しては多分みんな一生当たらないと思うよ。これちょっと、あ、かわいいじゃん、これいいじゃん、いくよ、ハグ、ハグ、世界のみんなとハグしたい、桜庭ハグだよ。アーニャじゃないな、これハグだな、ごめん、ハグじゃなくてアーニャになる、アーニャじゃなくてハグになっちゃった。
ごめん、あ、死にかけの声をやってって意味だったの、リンさん、わかった。死にかけの声ってこれ、うん、大丈夫か、うん、お、綾波聞いてなかったって、おい、綾波やれって言ったからやったのに聞いてくれ、ちゃんと聞いてくれよ、死にかけの声これ、うん、これどう、死にかけの声っていう新しいジャンル、うんうんうん、これどう皆さん、あ、かわいい、この声かわいいかな、うん、視聴者さん減るよこれ、うん、絶対減る。しんのすけじゃんって言われて、しんのすけじゃないよ、しんのすけはもうちょっとあのちゃんと生きてるよ、生命を感じられるよ。死にかけの声好きって言ってる、ありがとう。これ死にか叫んでくださいって言ってる。叫んでくださいって何、もう一回歩みでいいよ。しんじくん、しんじくんどこ、死にかけのしんじくん、みんな死にかけのしんじくんはどこ、どこなの、しんじくん死なないで、しんじくん、いや死なないで、こんにちはこんにちは、ちょっと休憩しよう、よいしょよいしょよいしょ、見てハグ、これお気に入りなんだ、かわいいよね、団子に当てるって言ってくれてどうもありがとうございます。ハムボー、リーさん来てくれてありがとう、おーピーピーさん、はてなありがとうございます。マオマオもね、笑ってる、笑ってないわ、笑ってないわ、うん、笑ってないのよもう笑ってません、笑ってませんわ、うん、なんて読むのあれ、何くんって言った、ありがとう、ちょっとだらけ配信ですよ皆さん、おだらけ配信よさあ皆様ありがとうございます。うん、あ、なんか言ってほしいセリフのリクエストとかあってた、皆さん言ってください、ぜひぜひ、ちょっとモノマネだけじゃ限界が来るんでモノマネだけじゃどうしても限界が来るので、皆さんこんな声でこういうこと言ってくださいって、何時に終わりますか、ね、45分までやるよ、そんで45分終わったら20時から YouTube でメタシップっていう YouTube でチャンネルで配信やるので、みんなぜひ YouTube 配信にも来てください、チャンネル登録してほしい、うん、ありがとう、かわいいですねって、ありがとうございます、ありがとう、みんなよかったら、うんうん、もうやめましょうよーのワンピースで、ごめん、それは誰のセリフ、全然ハグが分かってないわ、もうやめましょうよってなんだろう、あ、姫大好きやったカーボとイケボで言ってほしい、いいですよ、じゃあ姫大好き、姫大好き、どうかな、あ、りんちゃんキモボで、キモボでりんちゃん大好きって言ったらいい、りんちゃん、りんちゃん大好きさっき叫んでくださいってあったけど、叫んどこうと思った、これどう、これってマイクかな、違う、あっこれいいんじゃない、これなんかマイクじゃん、みんな、はい、ハグが、じゃあみんなのなんかセリフで、あっひき肉でーす、ハムボでやってーだって、オッケー、いきますよ、クシクシクシ、ひき肉です、ひき肉です、どうかな、ちょんまげ小僧、ひき肉です、ありがとうあんたバカーってアスカもやってって言ってくれてて、いいよ、じゃあアスカのあんたバカーね、あんたバカーどう、ありがとう、カイデさんでありがとうございます、バタコさんでアンパンマン新しい顔よそれ出てほしいわかった、バタコさんね、オッケー、いくよ、アンパンマン、これだな、多分アンパンマン、シャンプーから来ればいいんだからね、シャンプーの、アンパンマン、新しい顔よ、ちょっと違うな、シャンプーできるのにな、ラマーっていうシャンプーはできるのに、バタコさん難しいな、なんでだろうな、ラマー2分の1のシャンプーはやりやすいんだけど、バタコさん難しいな、ここからバタコさんに移行していけばいいのかな、マオマオの何のセリフがいい、なんかマオマオのセリフやってって、なんかセリフ、なんて言ってほしい、マオマオで、キモとかでいいマオマオ、ハムボで、あたち可愛いって言ってください、わかりました、聞いてください、こちこち、あたち、かわちい、ハグかわちい、ハグかわちいかな、みんな、ハムボで、かわちい、どうもありがとう、ありがとう、ありがとう、ドラえもんで、なんて言ってほしい、夜遊びの真似してって。夜遊びの真似してて、声ってこと歌じゃなくて声難しいんですけど、喋り声はさすがに歌だったらいいんですけど、ありがとうございます、
あれかな、歌の部分、歌の部分のなんかちょっと歌の部分だったら分かるけど、喋り声は難しいな。ジャイコ、お邪魔します。こんにちは、レアルンさん、ありがとう。アドさん、アドさんもさ、喋り、歌手の皆さんの喋り、普通のさ、おしゃべりしてる時の声の真似ってすごい難しいね。歌の真似とかじゃなくて、声真似、声真似ってこと？ありがとう、声可愛いって言うの。ありがとうございます、皆様、ありがとう。あ、初見です、ありがとうございます。タモさん、タモさん、はい、こんばんは、はい、こんばんは、タモリです。はい、こんばんは、タモリです。皆さん、はい、じゃあ今日歌ってくれるのは、メタシップの桜葉ハグちゃんです。よろしくお願いします。タモさんに怒られる、テレ朝の VTuber なのに。ね、待って、ヤモリって何、ヤモリって何、虫の、虫じゃなくて、あの生き物のってこと。ヤモリお願いします、意味わかんないですけど。ヤモリですってこと、これ、これです、ヤモリです、ヤモリ、僕ヤモリです。ヤモリの声って何、ヤモリです。こんな感じでいいんですかね、みなさん、ありがとう。 VTuber ですよ、そうなんですよ、 VTuber やってます、ゾンビの声、ありがとう。ヤモリかわいい。ヤモリです、ありがとう。ハグは、VTuber なんですよ、テレビ朝日の公式の、なんで、あ、番組見てたの、ミミちゃん、ありがとう。そっくりそのままです。ありがとう。今金曜日の深夜0時45分からの金メタ、金曜日のメタバースっていう番組にハグで撮るんですよ。だからよかったら金曜日のメタバース、テレビ朝日5チャンネル見てください。関東の方は5チャンネルで映ります。うん、さっきなんか今のそこに愛はあるんかやってって書いてあった。やるね、じゃあ。今のそこに愛はあるんか、そこに愛はあるんかって聞いとるんやって。答えんか、今のって。金やす、金メタの、そうなんですよ、橋休みあっちゃんが MC やってるよ、あとモグライダーの芝さんがいるよ、みんな見てほしい。ゾンビ、りんちゃんがゾンビしてて言ってくれてる。ゾンビってこの死にかけの声のこと、なんかだんだんこの死にかけの声がゾンビってことかな。みんなこれダメなんで、これやると視聴者さん減るんだよ、これリスナーさんが減る、ほらほら減った、ほら今一人二人とゾンビやると減るんですって。これ You so cute, thank you very much, I am zombie, I am zombie なんですけどもね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、皆様今日もたくさんありがとうございます。かわちいって言ってくれてありがとう、いろんな声が出せるのすごいですねって言ってくれてありがとうございます。なんか多生類というジャンルでやらせてもらっとるので、皆さん、うん、ホロ外しちゃってごめん、くさ。おもろすぎる。あまり、ちょっとゾンビやったらフォロワーさん減るんですけど、リスナーさんどころかフォロワーさんも減っていくってどういうことなのって、どないなっとんねんってなりますけども、うん、地声が好き。あ、これなんかいろんなね、あ、ゾンビっぽくない、これどう、違う、このこれどうかな、動きが、よいしょーっと、どう、これゾンビだ、あ、ゾンビの動き見つけたわ、ハグ。あ、ちょっともう体力の限界です、体力の限界、お邪魔します。ありがとうございます。ハムブが好きなの、ゆーちゃん、クシクシ、ハムブ、ハムブだよ、ありがとう、よろしくね、ハムブ、クシクシ、皆さんよろしくお願いします。ハムブどうですか、ありがとうございます。え、好きだって、あれも好き、ハグも大好き、ありがとう。おいしょ、これは何だろう、バイバイ。バイバイ。いろんなイケボ、イケボだって、イケボいいよ、イケボにね、よかった、なんかね、椅子の、椅子に座るやつがあるんだよね、よいしょ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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ジャイアンできるよ、おい、のび太って、のび太、俺の声を聞けよ、俺はジャイアン描けた、よいしょ、あれ、ちょっと待って、座るやつどこ、あった、これこれこれ、なんかかっこよくない、これ好きなね、ハグ、これこれさ、じゃあこれでちょっとイケボ、よいしょ、みんなありがとう、今日は配信来てくれてありがとうございます、なんか名前呼んでほしい方いたら呼びます、よろしくお願いします、ハグです、はい、こんにちは、こんばんは、ありがとう、ブサボ、ブサボして、いや、ちょっと待ってって、イケボしてって言ったやん。
イケボーしてって言われたからイケボーって言ってんのに、あ、名前呼んできた。来たよ、リーちゃん。リーちゃんありがとう、ありがとう、来てくれてどうもありがとう。イロさんありがとうございます。リーちゃんありがとう、呼んだ、いけた、ありがとう。振り子の声、おいおいて、イケボーしてって言われたのに、うん、イケボ、ペコラ先輩かわいいじゃねえか。振り子なんでイケボしたら急に可愛いになるの。やべ、なんで急に可愛い。いいやんって、いいやん、いいやんって、いいやんって、もうザコシやん。いいやん、いいやんって、うん、ザコシやんこれな。うんうん、ありがとうございます。あのペコーラ先輩の最近ペコラップを聞いて可愛いなって改めて思ったの。うん、ブンブンチャ、ブンブンチャ、ペコーラ先輩のブンブンチャ、とっても可愛いブンブンチャ、めちゃくちゃ可愛くない。うん、イケボで起きろよって叫んで起きろよ、起きろよって、叫んだら少年ボイスになっちゃうんだってば少年ボイスでいい、もう起きろよーでいい、起きろよーおめえら、おめえら起きろよー。まあまあ、俺これ毒ですって言ってほしいだって。オッケー、いきますよ。これじゃ違うな、親父ができんだけどな。これ毒です。マオマオ難しいな。マオマオってでもちょっと気だるげに喋るとマオマオなんだよね。どう、なんかこんな感じだ、こんな感じで気だるげに喋ったらちょっとマオマオだった気がする。親父みたいな、こんな感じで、いやーめんどくせえなー、いやーめんどくさいですねーみたいな、お化粧めんどくせえなーって、こんな感じ。ショタボ、ショタボ何時に終わりますか。45分です、45分に終わります。ショタボ、ショタボ、お兄さんお姉さん、僕と一緒に一緒におしゃべりしてくれる、ありがとうございます。ちょっとチャラくて焼けちゃったアンパンマンあ、シンジ君やってほしいだね。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。いいよ、ちょっと焼けたアンパンマンって、僕アンパンマン、これがさ、これがアンパンマンのちゃんとしたアンパンマンだから、ちょっと焼けたアンパンマンはどう、チャラい感じ。あ、僕アンパン、僕アンパンマンみたいなどうみんな、ちょっと日焼けしちゃってさ、うん、かっこいい感じでアンパンマン、かっこいい感じで焦げパンマン、焦げパンマン、僕焦げパンマン、みんなどうかな、焼けた僕のこと好きになってくれる、ありがとう焼けた僕もいい感じじゃないかな、みんな好きになってくれるかな。世界の平和を守りたいと思ってます、焦げパンマンですちょっと焼けたアンパンマン、違う意味で焼けたアンパンマンですね。ハヒフヘホーイ、バイバイキー、パラちゃんです、パラちゃんですって言ってますけどもです、なんかセリフが来ました、パラちゃんですって。ヨルさん、さっきやったヨルさん、スパイファミリーの、アーニャさん、アーニャさんどこですか。ヨルさんです、どうですか皆さん、アーニャさん、アーニャさんダメですよ、アーニャさんボンドさんにボンドを塗ってはいけませんよ、アーニャさんそんなことしちゃいけません、ダメですよ、ボンドさんにボンドを塗らないありがとう、おパンチの、あ、いいよ、おパンチ、おパパン、チュチュ、おパンチュウサギ、おパンチウサギハグめっちゃ好き、ありがとうございます。似てるってきた、やった、ヨルさんもハグリストに入れてもいいかな。プリキュアだって、やった、プリキュアこの前やってなんか結構好評だったの、首がなんかバグってきたやだ、首がバグってきたわ、ちょっと違うポーズにするわ、みんなちょっとよいしょ、ポーズをやめて一回こう、オッケーオッケーオッケーよ、アイテムを変えましょう、ちょっとお洋服を変えましょう、はいはい、チェンジ、はい、どういい、声かわいいって、おこめちゃんありがとうございます。チーカワいいよ、チーカワやってあげる、チーカワ、はぁ、あ、ふぅはぁ、あ、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 ふぅふぅチーカワめっちゃ似てない、ふぅチーカワハグめっちゃ見てる、めちゃくちゃ見てる、ふぅなんだもう朝かと、ひとりごちゅう、焼けたパンにバターぬりぬりちいかわちゃんめっちゃ好き、うーかわいそうかわいそうって言ってくれてる、ありがとうプリキュア、プリキュア来たから、ハグの好きなイエスプリキュア5、大人プリキュアみんな見た、ハグめっちゃあれめっちゃ好きだった、大人プリキュア見たのよ、多分それもさ、あれイエスプリキュア5のね皆さんだったんだけど、そうプリキュアが一番ハグの多生類分かりやすいのかなと思ってハグは練習してきた、プリキュアっぽい格好になるからちょっと待って、どうかな、プリキュアっぽい格好、チーカーのウサギできるよ、さくらちゃん、やっはーやっはー、なんなら一番得意なんですけどハグの地獄
からさちいかわのうさぎが一番地声に近いやっぱー一番得意なんだよね。あのどっちかって言うとハチワレちゃんが難しい。ハチワレちゃんの方が難しいな。なんかいい感じのポーズないかな。ちょっと可愛いセクシーめのポーズの変身してる感じやりたいのにな。なんかないかな。どうかな、これとかどうかな。やだこれ普通の I my name is じゃん。これ my name is ハグサクラバやんこれってこんななんかいい感じのトトロなの。うん、トトロ、トトロってとあなたトトロって言うのねって、あのめいちゃんがあなたトトロって言うのねって言って、トトロがトゥートゥールー、めっちゃ似てるでしょ。トトロめっちゃ似とるからほんまにみんなもうジブリ見なさい、ちゃんとトゥイトイルーレッド恐ろしい恐ろしい恐ろしいぜ。なんかこれこれ、いやすごいなんか変身っぽいポーズ探してるんですけど一生見つからないこれでいいやん。あの全然違うけど許して、プリキュアのセリフやるから。みんなじゃあ多生類聞いてて、プリイエスプリキュア、あ、ドータヌキさんお花どうもありがとう、ありがとうございます。カビルンルンってどんなんだっけカビルンルン新しいねカビルンルンってどんなのだっけ、ありがとう。あのプリキュアってさっき来てたから、皆さんじゃあ多生類聞いてください。よかったら行きますよ。じゃあのぞみちゃんからだん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 みんなやっていきます。行きます。大いなる希望の力、キュアドリーム、情熱の赤い炎、キュアルージュ、弾けるレモンの香り、キュアレモネード、安らぎの緑の大地、キュアミント、知性の青き泉、キュアアクア。ありがとうございます。これ持ちネタにしよう一番わかりやすい気がする。なんか多生類のありがとうございます。皆さんあともうすぐで終わってしまう、ありがとうございます。あともうちょっとで終わりだ、ということで、ということで皆さん今日もありがとう。よしアップにしよう、最後最後アップにしよう。チュ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 、みんな今日もありがとう。この後20時からあメタシップっていう YouTube チャンネルハグあるんですよね。よかったらメタシップの YouTube チャンネルでゲーム実況だったり雑談だったり歌配信だったりいろんなことを水曜日と金曜日にゼペットの配信の後にやってるので遊びに来てください、よろしくお願いいたします。リンさん、そうなんです、今日はフォールガイズやります。今週金メタあるぞー、あるよね、よかったよかった、今真顔であれないけって血の毛引いたわさっきナレーション取ってきたばっかりだよ今週も金曜日のメタバースあります、テレ朝でありますので皆さん見てください。深夜の金曜日の深夜0時45分なのでよろしくお願いいたします。で、この後 YouTube 配信にも来てくれたら嬉しいです。フォールガイズみんなで見て楽しんでください。それではゼペットのフォローとハグの X のフォローと YouTube のチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。サクラバハグでした。みんなどうもありがとう。じゃあねー。